さっきどうなってたっけ？確かもう一度水中に潜る箇所があったはずだぜ。今私の眼球が溶けちまった先の様子見てくれだぜ。おめえどんだけ眼球犠牲にしてんだよ。どこかよでいいのかな。おい、レイムどうしたおっぷけしっかりしろ。大丈夫だ、私がついてるってほら怖くねえぜ。レイム、頼むから静まってくれ。どうもどうも、今回もこの時期がやってきました。爆笑シーン総集編。去年同様視聴者さんのお気に入りシーンをまとめた総集編で1年を振り返ろう企画だな。今年はロブロックスのイベントに参加したり、初めてグッズ発売したりとチャンネルとして大きく成長した1年でしたね。それでは早速本編へと参りましょう。今年も前回と同じ形式を採用しています。動画の投稿日、動画タイトルが書かれているから何の動画かすぐわかるようになってるぜ。私たちからの一言も添えてるので、ぜひそちらも見て楽しんでいってください。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。無事脱出前まで戻ってきました。実は先ほどは脱出しましたが、それ以外にも部屋に立てこもるという選択があったんですよね。なので今回は正面に向かわず部屋に立てこもってみようと思います。せっかくの銃をゲットした意味なかったしな。でも確かにこれ本物なのかな。本物だわこれ。ちょっと待てやごら。さて次のステージは、よっしゃー、勝ったぞー。あ、なんですでに勝利宣言してんだ。マリサあいつぼこしに行こうよ。くっ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 く。まず果たしてこっちまで来れるかな。なんだそれはどういう意味だ。まずこのステージは道路に足がついた時点で敗北確定。そしてなんといってもこのゲームはジャンプのタイミングが難しい。そんな中一発で私のトラックまで乗り移ることはできるのかな。く、確かにリスクが大きすぎるんだぜ。つまりお前らに勝ち目はなし。これが完全勝利だー。ここは職員室か。何やら企画で園児たちがはしゃいでるみたいだね。これは園児が行方不明になる前の幼稚園ってことか。とりあえずこの時計クリックして先を進めてみよう。まだこの時点では特に変化なしと。おい待て、どういう遊びしてんだ今時の園児は。空耳だろ、落ち着け。ただ一つ問題があるとすれば、私の成功率が過去最高レベルで低いところだ。どんどん最低記録更新していくのやめてもろぜ。ちょっと集中するから話しかけるなよ。わかったのぜ。まずいまずいまずい、急に傾き出したぞ。霊夢先端だ、先端まで行くぞ。よし、しっかり捕まってこれで安心だ。あれマリサはどこ行った。すまねえ霊夢、引っかかっちまった、助けてくれ。もう何してんだこんな時に。いい歳して何派手に転んでんだよ。いやいやこれは不可抗力でしょ。そもう視聴者さんにあんな恥ずかしいところ見せたくないな。私の好感度が下がっちゃう。ブラジルの皆さん聞こえますか。前回私ほとんど勝てなかったから、今度こそフルボッコにしてやる。おう、殴れるもんなら殴ってみろ。ただし私に近づけるもんならな。やつは一振り回してやがる。おい、やめろ、ゴリラを冷凍保存するオフ。ゴリラさーん、この霊力も霊夢をバリバリ君ゴリラ人。おい待ってそう。おいなんだ、好き嫌いするなって。お母さんに習わなかったんか。ほら食えよ新鮮な。やめろ、私の腹を重点的に攻撃するんじゃねえ。腹壊す前提じゃねえか。そう、お前らまとめて攻撃まえ。うわなんだ、ワンワン。なんでおめえが凍ってんだよ。重力で体勢が崩れた時に地面に打った球が跳ね返って自分に直撃したと思われます。喜べよ、ウムアの犬規制低いぞ。うわ危ねえ。これ絶対中心の穴に落ちたら即ミンチコースだよな。懐かしいぜ、ギャングビースト思い出すぜ。今やってることまんまヤングビーストと変わんねえだろあんこ。うるせえ、ラッコは海に帰ってよ。違う、私はゴリラ。いや誰がゴリラ、ラブストバスゴリラ選んだの誰だよ。このレイユさんゴリラの本気を見てんじゃねえか。フライゴリラだー。レイム違う、それフェンスや。誰がフェンスや。フライパンつっよ。てめえフライパンは料理するもんだって知らねえのか。フライパンに謝ればかやろう。業務に謝ればかやろう。さっきから調子乗ってんじゃねえから。なんだ急に雰囲気変わったけど。なあ霊夢、私嫌な予感がするんだが。はっはマリサの嫌な予感は当てにならないからな。きっとなんでもない、大丈夫よ霊夢。うわぁ。やっぱこれジェットコースターじゃねえか。臓器が浮いたぞ臓器が。言い方やめろ浮遊感ってえや。あれ目の前のさっきのルッキーたちじゃん。こんなところで何してんだ。わぁ、真正面からワニが突っ込んでくる。あ、危なかった。なんなんだこの命がけのジェットコースターは。おい、離岸するな、また前立ってるぞ。おいてめえ、いい加減に仕上がれ、どこまで続くんだ。いや、今回も余裕で私が優勝できそうだな。すまんない、いつも私の勝利に貢献してくれてありがとうよ。私の勝利に貢献してくれてありがとうよ。私の勝利に貢献してくれてありがとうよ。まずい、私が悪かった、霊夢を突っつけて。とっこら霊夢ちゃんの大好きなお口。なんだこいつがチビレモード強すぎんだろ。お前も起きるんかい。ここがメンテナンスルームならセキュリティルームの部屋の鍵があるはず。あったあった。これで両足切断さん助けられるよ。あとは両足切断するためのノコギリ探さないとだぜ。ん？何の音だこれ。おい霊夢、何か天井にいるぞ。え、どこ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 。なぐなぐー。おい明らかに私ら捕食対象として見られてんぞ。お、落ち着け、なぐなぐそこでステイ。まあまあそこに座って世間話でもしようや。なぐなぐは人間食べるときどこから食べる。わーナグナグは食べるときは頭からっと。まあなんて大胆な子かしら。ああ第1回ステージの日を探そうのかい。まれにステージにはこの場所最強だって場所があるじゃろ。今回はその最強ポジを私たちの手で見つけてやろうではないかと。はい先生、見つけました。ヨウムちゃんが今いるところで。もう失うもんねえもんな。例えばここに捕まりながら恥を攻めてみたり。はい、ただこれ殴れるもんなら殴ってきやがれ、なら殴ってきやがれ、なら殴ってきやがれ。マリサてめえ、私だけど私じゃねえよボケが。よっしゃ、久々の会場エリアだ。やることは分かってるね。もちろんだぜ。これがあるからこそジャングリーストだろ。観覧車だ。あで遅れた、こんちくしょう。悪いな霊夢、この観覧車二人乗りなんだ。ちょマリサやめなって、霊夢が羨ましがっちゃう。羨ましい要素どこにもないけど、それ大丈夫。てめえ何、自然に私のテリトリーに侵入してきてんだ。ちょっと待て、ここで暴れるんじゃ。
こら観覧車も追い借りじゃん。ちょっと待て、これどうすればいいんだ。そんなの簡単だろ、私たちがここで手を離す。ちょ、誰か助けて助けて、お願い止まって。いや、なんちゅうところで止まりやがった。これ今思ったんだけど、この観覧車壊れたりしないのかな。だいたいどのステージも時間かけないように所々が壊れたりするけど、このステージどこにもその要素ないから時間かかるんだよね。感かかるんだよね。感かかるんだよね。再生でもあと2個黒曜石ゲットできたらネザーゲートが完成するっぽいですね。あと2個。少なそうに見えて今の私たちには多すぎるな。やはりそれも環境や時代の違いによって感じ方捉え方が違うんだなって。なんか始まったぞ。例えばだ、小学生の頃何気にあった中休み、昼休憩、あの頃は外でドッジボールしてる同級生の姿を見て、最近の若者はこんな短い時間でよくドッジボールできんなとか感心してたが、あの頃のおめえいくつだよ。しかし今となってはその生活が羨ましく感じるぜ。それはなぜかって、単純にたかが数十分で楽しめる気持ちが今の私たちに備わってないからだ。確かに私たちが大人になってからあの頃が羨ましく思うよね。そうだぜ。つまり何が言いたいかっていうと、お前なんちゅう鬼畜やどん持ってきやがった大人の本気ドッジボール顔面に食らわすぞ。深い話かと思ったらただの私に向けた殺意かい。問題、私が振り回してる仏教はなんだ。どっからどう見ても喋るだろ。なんでわかったんだよ。お前の顔面喋るみたいなもんだろ。なんでよ、私の顔つるはしだもん。クソ、あの暴れ牛さっきからボールを振り込んだけど、あの後霊夢が負けてマリサが一点入れました。どうする、一回気分転換に工場でもしてほしいの。ペットボトルのボトルのキャップ捨てずに集めてるんだよね。クソ、あと一点霊夢が手に入れられてしまったら用夢が勝っちまうで霊夢。大丈夫、私に秘策があるから。おう、それはどんな方法なんだ。歯を磨けば最高。さては天才だな。キャッキャ、誰が道端のミミズだこの野郎。完成。ナモンさん見てください、ついにこの島にバイクが誕生しましたよ。もう何でもありだな、この無人島。わあ、バイク。なあ、無人島でバイク乗り回すの夢だったんですよ。おお、よかったな、夢叶ったな。てか、このバイクいわゆる配送用じゃない。うわ、アイテム入れられるし。配送用だろうがおもちゃだろうが関係ないんですよ。無人島にバイクというシチュエーション自体がすでに面白い。言われてみりゃ確かにそうだ。でもこんな小さい島でバイクとか怖くてとても私は乗れませんね。ナナモンさん乗ります。いや、私は遠慮しときますね。ナナモンさん乗らねえっつってんだろ。わーい、どうですか、ナナモンさん、私の運転テクニックは。ナナモンさんがおかしくなっちゃった。運転すると性格変わるタイプですね。幼児科はさすがに職質案件だろ。あれ、どうしよう、引っかかっちゃった。ちょっと貴重なバイクだから壊さないでくださいよ。あ、絶対流す BGM これじゃねえだろ。I'll be back。 ちょっとどうするんですか、あのバイク。いやー、うちの子が今島にいるメンバー全員連れてこい。全員で協力してこのバイク救出するぞ。まずはバイクのやる気を上げるために声援を送るぞ。なるほど、わかりました。よし、これでバイクも諦めずに耐えててくれるはず。単純な小学生ですか。バイク救出部隊到着しました。よく来てくれた、バイク救出部隊。それじゃ私が道繋いでくるから、バイク救出部隊はドラウンドのおとりを頼む。絶対最悪間違えてますよ、それ。よし、バイクさん、マムエロイム助けに行くぞ。作戦は失敗だ。うん、バイクターン救えなかった。一台の命、あんなに苦労して作ったのに。バイクターン2台目誕生しましたよ。バイクターン量産型だったんだけど。バイクターン、いや、よかったですね、バイクターン復活して。やっぱバイクターンがいないと無人島って呼べないもんね。いかん、メンバーがバイクターンに魅了されてやがる。あー、この座り心地癖になるんじゃ。操作間違えた。バイクターン、私が丸石で道をつなぐから他は援護を頼む。オッケー、任された。あとは任せました。何がオッケーだ、この野郎。オッケー、陸まで道を繋いだ繋いだ。ナイスです、ナナモンさん。あとはドラウンドの猛攻撃の中、バイクターンを連れていけば勝利だけど、クソダメだ、道が細すぎて上がれねえぞ。ナナモンさん、手前のドラウンドは片付けました、今です。よっしゃ、バイクターン、あと少しの辛抱だ。もうすぐ地上の空気吸わせてやるからね。あれ、バイクターンは、作戦は失敗だ。おい、待て、どんだけバイクターン量産してんだよ。意外と低コストでバイクターン作れちゃうんですよね。安いバイクってこと？まあ、とにかくこれでバイクターン問題解決ですね。もうバイクターンがいない生活なんて考えられない。バイクターン万歳。よーし、バイクターン飛ばしちゃうぜ。操作間違えた。バイクターン。そうだ、今のうちに神話で編み出すのもいいかも。これで片手を離してっと。やっべ、バカみたいになっちゃった。あれ、これなんか私離れられないんだけど。やばい、こんな光景見られたらバカに思われちゃう。なんとかごまかさないと。ちょっと霊夢、そんなとこで何してんの？いい景色だな。痛い痛い痛い、なんでそんなことするの。若くら一発ギャグやるから面白かったら見逃してください。いいだろ、許可しよう。全力猿の真似。確か前作の記憶が正しければ、そのトロッコ攻略したらゴールのはず。よし、ここは慎重に行くぞ。おとと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 と、今日私たち絶好調じゃん。油断するな、乗り物もバグりやすいから。バグりやすいから。背景、母上様、あなたの娘は今ステージ外で人参と同化してます。
母ちゃん助けて。ここは少しでも頭がランタンに当たると落下するから控えめのジャンプがコツだぜ。行ったそばから何してんねん。今から入れる保険はありますか。仕方ない一か八か裏技で引き上げるから待ってろ。どうもお手数おかけします。これで貸し一つだかんな。これで貸し一つだかんな。これで貸し一つだかんな。あ、もしもし警察ですか。親友はやめました。どうやら SOS ライトを探してほしいと頼まれましたね。テーマパークって言ってたが、もしかして前作の遊園地か。なるほど、多少前作とのつながりがあるみたいですね。いやいやそんなことはいいのぜ。ついに念願の遊園地に行けるんだ、最高じゃねえか。でもこの遊園地なんかおかしいよマリサ。いやいやそういうコンセプトの遊園地ってだけだろ。ほーら見ろ、マスコットが私たちをお出迎えしてくれてるぜ。わーい、レイムちゃんマスコットだー。バカ野郎ガキのバケモンじゃねえ。何するんだ、話せ、記念写真撮らせろ。おそらく新しいバケモノが導入されてるはずだから気をつけろよ。でもここまで前作のバケモノしか出てきてないから、もしかしたら新規さんいらっしゃらないのかも。新規さんいらっしゃい。ゆっくりしていってね。全力退避。なんだあの新規さん背中にプロペラついてんだけど。なんだもしかしてついに空飛ぶ化け物現れたのか。いやまだあれが空飛ぶとも限らんから、私ちょっと挑発してみるね。おい、どんな行動パターンしてくるかわかんねえんだぞ。大丈夫、ダンボールがあるから。ほっとバレちゃったみたいですね。ここはおとなしく隠れてっと。はい残念、私はただの野生のダンボールでした。の野生のダンボールでした。の野生のダンボールでした。わー、上参ります。まだ編み出したんだけど二人とも見てくれない。またどうせくだらねえことだろ。いやいや今回のはすごいんだって。そこまで言うなら見てやろうじゃないの。大丈夫、時間は無駄にさせないから行くよ。痛い、なんでそんなことするの。若から一発ギャグやるから、面白かったら見逃してください。いいだろ許可しよう。全力オットセイの真似。おう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 。私に付きまとってたガストもどっか行っちまったぜ。よしマリサ、今のうちに木と畑作るための土集めるよ。拠点は空き家があったからそこ活用しましょう。そうだな、鬼畜が来る前に環境だけでも整えておかねえとな。うっぱなんだぜこの揺れは。お、落ち着けマリサ、ただ火山が爆発しただけだよ。なんだぜ火山が爆発しただけか。まったく焦りすぎだっちゅうの。はっ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 。急げ、燃える前に連絡を止めな。おいどうするんだ、逃げ場なんかねえぞ。いや落ち着けハム太郎。私の原型どこだよ。あのマグマの流れからして島全体が住めなくなるわけじゃない。だからマグマが流れるルートにある資材を今のうちに回収しておくんだ。クソな、エビがまだ出てねえから葉っぱが燃えるのは痛いぜ。とりあえず原木は回収できたから安心だね。おっといけなー、肉も燃える前にインベントリに保管しとかねえと。おいお前のインベントリ弱点だろうが、私に横性の中に保管してやる。どこに保管してんだ、肉消すつもりか。ねえ家来のくせにご主人様になんてことするんだ。おめえもどっちかというとキビダン僕側だろ、何言ってんだ。そんな悪いゴリラのはすっぽんで痛いですよね。何回も飛んでいったな。私はそのすっぽん武器の中で最弱説をすぜ。確かによく考えれば脅威どこにも感じねえな。だが私の体にも拳という名の兵器が付属してることを忘れない。お前の武器持つなよ。あれなんか体の中ですっぽん感じるんだけど。待って待って、スポンが私の中にいるんだけど。頭大丈夫か。頭じゃなくてケツがやべえってどういう意味で聞いたんじゃない。レイム何それ最新のコーディネート。てめえは投稿中の JK がスポンぶら下げて歩いてんの見たことあんのか。なんで JK 限定なんだよ。おいてかいい加減、私の体から出てこい。本当にスポット出てきたんだけど。そいつがスポンの由来ってわけ。結果じゃねえの。もうゴールじゃん。まだゴールは早いぜ。人参が道中なかったってことはおそらくこっちにあるはずだぜ。ここは二人で行くと危険だからマリサ頼んだよ。オッケー任せとけだぜ。クララが刺さらないように慎重に避けて。よしよしここまで順調だぜ。大丈夫、時間は無限にあるからゆっくりね。何バグさえ起きなければこっちのこの1ゲームのみ。勝っても負けてもこの試合で私の実況者人生が決まります。ヌンチャク様。ちょっとなんでいきなり神引きしてるんですか。神は私に味方したようだな。タバレマネージャー。オッケー、先手は私が取ったぜ。私に恨みがあるなら今言ってくださいよ。おおお、この機会にぶっちゃけ言っちゃうけどよ、いつもサポートありがとうございます。ちょっと切れちゃうじゃないですか。もうよし、今のうちに重罪に落として。あばば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 ばにしてもこの絵面が続くと動画的に地味だな。視聴者さんも飽きるだろうし、私たちも喋ることねえし、カットしようぜ。そう言うと思って、実は昨夜寝る前にネタ考えてきたんですよ。おうなんだ、今日は随分準備がいいな。コラボ動画は他の実況者様に迷惑かけないように準備するのが礼儀ですからね。さて昨夜の私はどんなネタ考えてきてくれたのかな。第1回昨夜の私は何を伝えたかったのか会議を始めます。ギリなし。まずこれを見る限り私はニグさんをヒーローにさせたがってる。
なんせ昨日の自分に問いただせ、そもそもなぜヒーローって単語を思いついたんだ。これはツッコミの一部であることは間違いないと思う。その根拠にここに注目。この何そのは私の例えツッコミでよく使われる言葉なんだ。ほうなるほど、つまりやっぱニグさんはヒーローだったんだ。しか一番奥の部屋がそうだったよな。それじゃ早速行ってみましょう。ちょっと待って、マリサ何かいるんだけど。なんだ、リフトに何か乗ってるな。あれリフトに乗ってるのさっきの鳥じゃねえか。え、何それシュール。あれ動物園にいたら人気出るだろうな。すーぐ金儲けに目がくらむ。もしかして私を楽しませる演出だったり。キャー、鳥さんこっち向いてめっちゃガン見してくるんですけど。ファンサービスか見たようで草。え、何握手会までしてくれるのあの鳥。どうやって握手するんだって話だけどな。にしても初対面で随分積極的だね。距離感バグった友達かよ。でも攻撃してくる感じはねえし、やっぱフレンドリーなのかもな。なあに可愛いところもあるぜ。共鳴すんな。まったく一発クリアが目に見えてたのに。まあまあそんな怒るなって。ほら私たちもこれでビーチバレーして失われた青春取り戻そうね。みんなおはる経験なくさ。ほらそれでまだろ、さっさとボール捨ててきなさい。おいざけんな、私の青春に何すんだ。だからおはるしてる場合じゃねえだろって。話せー。いやだー。話せー。いやだー。おいてねえ、いい加減にしろや。おめえこそいい加減諦めろ。いや待て、それどころじゃ。皆さん大変です。マリサがストレスにより励ました。く、一体誰がマリサの頭をこんな目に。家に返してくれたら解決できるんですが。バッカバスラッシュの中家に返せるわけねえだろ。バスラッシュって何？え、待って、嫌な予感がするんだけど。ここが戦場になるぞ。下の城って何が起きたんだぜ。霊夢大変だ、注文が一気に来やがったぞ。なんだこの世の地獄か。おい霊夢どうするんだ。さすがに二人だけじゃきついだろ。うるせえ、文句を言う暇があったら働け、作れ、サボるな、運べ、休むな。おい、じでも帰らせてくれねえって。過剰等だ、こんな店ぶっ壊してやる。おい霊夢、ベーコンがもう尽きるぞ、どうするんだ。大丈夫、まだレタスがある。ほらよく言うだろ、レタスとベーコンは紙一重だって。なるほど、確かにレタスだもんな。はい、お待たせしました、3番のお客様。3番のお客様どこですかー。やって、自分の店で危うく遭難仕掛けた。そうなんですね。そうなんだけにね。はっ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 は。笑ってる場合か、真面目に働け。そろそろ燃やすぞマジで。何を？てかこれ作っても作ってもキリがねえぞこれ。ほらどんどん新しいお客が入ってくるしよ。わかった、私ちょっと新しいお客が入ってこれないようにするから、少しだけ厨房任せたよマリサ。なるほど、今日は定休日って入り口に書いておくのか、いいアイデアだぜ。これ以上来るなー。ちげー。待って、そこのお客様、今この店無数のハンバーガー成人に支配されてて入れないの。お願い、この肉あげるから帰って。だしネリア、雰囲気がガラッと変わったぜ。いかにも化け物が現れそうな雰囲気ですね。でもここまで来たし、今更出てきたところで驚かないよね。さすが怖いもの知らずの霊夢がいると心強いぜ。これからは一家に一台霊夢の時代です。白目向いて寝るタイプですね。何を食ったらそんな冷静でいられんだ。にしてもでっかいな、なんだあいつ。前回の女子とは違うみたいだけど。てかそもそもこいつ生きてるの。おはようございまーす。黒目でかくていいな。こんな火星のゴキブリみてぇな目、羨ましいか。てか道塞がっちゃったな。強行突破で行ってみたらどうだ。そうだね、ワンちゃん目がでかいだけの置物かもしれないとか、ほざいてすみませんで。黒目でかいのコンプレックスだったのかな。そんなに黒目がコンプレックスならイケメン玉ごと吹き飛ばしてやる。化け物同士争うなよ。なんだと、目ん玉吹き飛ばすぞ。そういうところだよ、自覚しろ。あれ、腹いせにドローンぶつけてみたんだけど、これ正解じゃね。おい道が開いたぞ。ほーら見たことか、大抵は眼球吹き飛ばせば解決できるんだ。そうそうそう、眼球吹き飛ばしてすみません、めっちゃその眼球いい匂い。なんでや、眼球褒めた野郎がい。眼球に臭い臭くないがあるかボケ。と改造してやりたい。まあでもお助けシステムもあるし、今はクリア優先で考えよう。そうだな、そんなことよりも頼む、誰かこの無限ループから助けてくれ。リズムに合わせてバグんなよ、バグで楽しんでんじゃねえぞこら。ちげえよ、私だってバグりたくてバグってるわけじゃねえよ。そこんな奴と友達になった、私の人生すらバグってるってか。正直悪い気はしないぜ。なんだよおめえ、私のこと好きすぎかよ、へへ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 。というわけでやってきました、本日2試合目です。今回も私が2連勝いただいちゃうぜ。たわけ、今度こそ油断しないからな。ヌンチャクだー。説明しよう、バカみてぇに強い、絶対バランス間違えてる。おいでせんな、それは私のだ。取ったどー。まずいよりによってゴリラにチート武器が渡っちまった。やめろこっちにして。わー、マリサー、やつは毒が蔓延する機体へ吹き飛ばした。はぁ、こっちに来るな、化け物。どんなもんじゃーい。そこまで言うなら私もこの理不尽な世界と戦うよ。一緒に乗り切ってやろうぜマリサ。霊夢、いつもお前に助けられてばっかだな。よーし、マリちゃん本気出しちゃうぞ。ここでメトさんから連絡があり、エンちゃんと瓶を発見したとのことなので、ユーリンと早急にメトさんがいる場所まで向かいます。その気になればこのまま出させねえよ。あ、でも来ると中気をつけてくださいね。なんで、何かあったの？いや、ここに来る道中普通に大陸あったので。なんやー、ちょうどこんなところに別の無人島があったんですね。空飛ぶ椅子のおかげで楽に見つけられましたよ。ついでに宝の地図見てみます。見たい見たい、どうなってたの？大陸映ってますけど。あー、目に蝶々がー。いろいろありましたが、無事エンちゃんと瓶も確保。ただまだ数が足りないので、もう少し確保する必要がありますね。よし、ユーリン、このまま飛んで探索向かうよ。わかりました、さあ乗ってください。ではお隣、失礼しますよっと、失礼しますよっと、失礼しますよっと。
ったが集めてくれたのでピッケルタン作っちゃいましょう。私今だけ鉄ピッケルタンの握手会があるなら喜んで参加したいぜ。次のセンターは鉄ピッケルタンで決まりですね。あとはクラフトしてっと。よしこれで鉄ピッケルタンのカー安静。何してんだドアホが。何してんの撮影中の私バカなの。なんでバケツ作ってんの。おいレイム私の鉄ピッケルタンはまだ来ないのか。鉄ピッケルタンちょっと諸事情により遅れるらしいんだ。なんだ鉄ピッケルタンに何かあったのか。いえとりあえず代行者さんが来てくれたのでその方にお願いしましょう。それでは聞いてください。センターバケツタンでやらかしてごめん。おいてめえさてはやりやがったな。えっへえにきゲームのは私の勝利だ。訴状外に飛ばして写真写らなくてやるよ。じゃあ私は写真とアップですよ。じゃあ私もおいか苦しいだろ来るんじゃねえ。なんでこんなイカにも起きそうな橋の上で戦ってんだよ。私に文句言っても仕方ないでしょうが。私高所恐怖症なんだよ。早く橋を切るだろうか。先生大変患者が暴れ出しました。はぁ今すぐ行きますよ。ほら大丈夫ちゃんと安全装置ついてるから。あーなんだぜそれなら早く行く。先生今患者さん落ち着いてました。そうですか無事回復しました。退院おめでとうございます。そしてウェルカム新患者。おいバカ何危険物に触れてんだ。ワンちゃん私のバグ体質でバグらせてこの葉っぱ取れねえかなって。なるほど己の武器を活用するんだね。まあ己の武器でこれ自滅してるがな。おら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 。霊夢もっと勢いつけろ。無理にでもこいつを剥ぎ取ってやる。逆になんでここまでしても葉っぱ取れねえんだよ。おかしいだろ。ナッシーなりに抵抗してんだろ。俺は人間様に勝てると思うなよ。この首が長いだけのバケモンが。私たち人間じゃないけどね。待ってマリサストップストップ。よっしゃー、リーチボールゲットだぜ。ナイスナイス。あとはこのボールを水の中に落とせばいいんだな。それでマルマインも撃退できるはずだよ。よーし、一挙入れてくるぜ。私も爆発でマリサが吹き飛ばないようにここで壁になっておくから。ナイス気遣いこれで安心だぜ。さあ行って私たちの命運を託したぞー。まさか美女の毒で体力削られた後に雷の2コンボが来るとは。この制作者コンボ技決めてくるから気をつけろよ。格闘芸かな。どちらかが生き残ればいいとはいえコンボ技食らったらたまったもんじゃねえな。あげのマリサ朗報、ネザゲ完成できそうだよ。マジかナイスだぜ。あと1個黒曜石作ればこれでネザーが開きます。うわこんな時にこの効果か。頼むレイム私を早く天国に連れてってくれ。世間では地獄と言われてる場所だけどね。この島よりかは天国だろ。ゲーねえ。よーしマグマ置いて水流して。始まりました。今はバスでどこかに移動中みたいです。結構人乗ってるな。今までプライベートサーバーで遊んでたので他のプレイヤーがいるの新鮮かも。おいそんなことよりこのバス遊園地に向かってるみたいだぜ。はいはい私先日迷宮行きたいのぜ。何してんだふざけんじゃねえぞ。落ち着けこれはゲームだ。まあ運転手なら道ぐらい暗記してんだろ。信じてるからな。運転手ちゃんと遊園地に向かえよ。今すぐあの運転手免許剥奪させろ。どんだけ遊園地行きたいんじゃおのれは。それで私たちどこに連れて行かれるんだろ。誰かが別の道に誘導したみたいだったが、さすがの運転手もこの異変に気づくだろ。誰だこいつにバスの免許与えたバカは。さすがの私も腹立ってきた。ダメだこの家玄関がバリケードで塞がってて入れそうにない。勝手に人様んち壊しても叱られそうだし。そういうところだけは常識あるんだな。仕方ない貴重な発煙筒使うか。なんだ発煙筒でどうするつもりだぜ。まずは玄関前にぶん投げてっと。火事だー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 。取り残された方はいらっしゃいませんか。緊急事態のため強行突破させていただきますね。大丈夫ですか。一気に連続でこんな大雨はなかなか珍しいぜ。まあどうでもいいだろ霊夢次の仕事さっさと終わらせてサボろうぜ。そうだね次は植物に水をあげないと。マリさん、王道した早く入ってこいよ。私締め出されたんだけど、ギコギコしないでスーッと入ってこいよ。スで気づかなかったけどこんなところに注射器あるじゃん。これはどこで使うんだろ。いやこれの使い道つったら一つしかないだろ。何マリサ心当たりでもあるの。動くな。道を開けろ。さもなくばこの注射器で痛い痛いしちゃうぞ。腕に1ミリの穴を開けたくなければおとなしくそこでじっとしているんだなが。はっはっはっは。しまったこいつ注射得意なタイプだー。返せばすぐ討伐できそうですね。いや最後はこんなあっけなく終わっちゃって困っちゃうなーが。はっはっはっは。お分かりいただけただろうか。いや最後はこんなあっけなく終わっちゃって困っちゃうなーが。はっはっはっはらはっはっはっはらはっはっはっは。いや待てタイミングおかしいだろって。え？バカじゃねえの？いやマジで頭が追いついてない。どうすればいいんだこの状況。マリサヘルプミおいどうした霊夢なんでこっち来ないんだぜ。落ち着けマリーサ。お前が落ち着け。いいか落ち着いてよく聞いてくれよ。私はネザーにあるエンドポータルに向かうためにネザゲに通ったんだ。そしたらネザゲがエンドポータルに食われて一つになってやがった。何を言ってるんだ。ともかくマリーサ今すぐ迎えに来てよ。すまんが今はエンドラで精一杯なんだ。頑張ってゲート作ってくれだぜ。何をエンドラと私どっちが大切っていうのよ。もう知らないエンドラに食われて消化されやがれ。そうなんだお名的だったんか。エンドラと共に滅ぼしてくれるわ。でもなんとかこれなら修正できそうだ。あと黒曜石1個取ってくればゲート完成だね。いつかこの世のスケルトン1匹残らず駆逐してやる。よし1回殺されたけどどうにか溶岩持ってこれたよ。あとはここに溶岩と水で黒曜石作ってっと。よっしゃーどんなもんじゃーい。あとは着火用のマグマを持ってきてここにマグマを置いて着火させればっと。 OK 完璧だ。さあ早く着火してくれ。マリサがエンドラ倒しちゃうよって。あれなんでこれ着火しねえんだ。ゲート小さくね。いやーやらかしたー。どうしようどうしようどうしよう。そうだ一回溶岩回収しとくか。小さい子が触れたら危険だもんね。回収回収あっちー。あかん死ぬ死ぬ死ぬ消費してまう。おっといいところに水あるじゃねえか。ふー助かったー。
そうだ、水に触れると毒になるんだった。さて時間もありませんし早速始めていきましょう。なあさっきちらっと映ってたんだがよ、なんだぜこのスカブロにありそうな TNT 拠点は。私たちの前はラルキルさんだけだからラルキルさんが作ったと思うけど、さすが実況者って感じですね。それでは中を邪魔しましょうか。それでは中を邪魔しましょうか。それでは中を邪魔しましょうか。は？あ、いや待て待て待て、おかしいだろ、自分の家に TNT 仕掛けてどうすんだラルキル。あいつ絶対次コラボする機会あったら暴れ回ってやっからな。いやそんな生ぬるい復讐じゃダメだ、一種ガーディアンズノットローゼ。これといったハプニング起きなかったし本当に探索して終わりなのかな。そんなことなかった。なんだなんだ霊夢、急に部屋の電気が落ち着け、ただの心霊現象だ。月から余計遠のいたぜ、ありがとな。おいやっぱこのホテル絶対何かあるじゃねえかよ。おかしいな、扉を100回開けるだけの簡単な作業って聞いたんだけど、何か来る気配がする。いや何かが近づいてきてるぞこれ。マリサ危なーい。ふう危ない、明らかにヤバい化け物の気を感じて隠れてよかった。ほらマリサ、私の起点で命救ってやったんだから感謝してよね。ごめん力入れすぎちゃったてへペロリン。待ってろ今から呪い殺してやる。やって化け物増やしちゃった。ムスマン、こっち囲まれちまったから城の方見てきてくれだぜ。オッケー、こっちは化け物いなさそうだから任せといて。ウッパなんだこの新種の化け物。待て待て待て、私食べても美味しくないよ。アップねー。なんだよあの四足歩行の化け物は。霊夢が見た化け物はおそらくシアンだな。こいつは段ボールかぶっても食ってくるから遭遇したら逃げる以外の選択肢はないみたいだぜ。また飛んでもねえ化け物が出てきたな。けどこういう隙間に隠れちゃえばさすがのこいつでも届かないでしょ。ほうれこれ悔しかったら岩ごと食ってみやがれ。あーうかこれ一人一人が壁作らなくてもこうしてお邪魔しちゃえばいいんだ。働かざる者食うべからず。こういうのは戦略が違っつうのが。はっはっはっは。私も壁頼みじゃないでけがすな。お前ら壁一定ゲームに没頭しすぎだろ。このゲームの本質を見失うんじゃねえ。それを言うならマリサに言いなよ、あの子ずっとあそこから動かないじゃん。うるせえ、もうすぐでガチャ試験だよ。何のガチャだよ。よしもうすぐでうちの壁ターンレベルマックス。いやーレバーが取れたー。この中にレバーの医者様はいらっしゃいませんか。うちの子助けてー。いい加減目を覚ませバカ。こらマリサいい加減元気出せって。グーニ食べる。うん食べる。マリサこっちの肉の方が食べ応えあるよ。ゴリラ食べる。うん食べる。嘘だろ。そんなこんなで無事ボス部屋らしき場所までやってきました。氷のダンジョンだからきっと氷関係のボスだよね。その通りだぜ。このダンジョンのボスの名は雪の女王。まずはその外見からしてとんでもねえ美人さんだぜ。外見は冷たそうに見えるが実際は甘えたがりの熱々ガールだと予想するぜ。他の男には冷たい態度を見せるが彼くっぴには温かく絡んじゃったりしてな。うっとーたまんねえなチェックショー。何してんだよクソ親父が。それでは雪の女王戦開始。まずは攻撃パターンを確認しないとね。どっかのジジイが解説を怠ったせいでな。はっはっは、よせよ照れるじゃねえか。まずい下まで女王来ちゃったよ。そこいつ他のボスよりすばしっこいな。そりゃこんだけ美人なら学生時代モテてただろう。男どもから逃げる術を身につけるために仕方ないというか。目は一回黙ってろ。いけいけ角に追い込め追い込め。よしいいぞそのまま押し倒せよ。おいバカな神は乙女なんだぞ。そんなキュンキュンさせたら女王溶けちまうだろうが。オッケー女王撃破。ちなみに妄想ジジイも撃破。どうやったなダブルキルだぜ。そうだこのステージ上からツララも降ってくるんだったな。懐かしいぜ伝説の決議性事件思い出すよな。私はもうあのツララが怖いよ。私はお前のケツの方が怖いよ。なんだとこらケツ押しつけんぞ。はやめろその狂気こっちに向けんな。お、人参もあるしゴールの音も聞こえる。よしよしここは問題なくクリアできそうですね。なんだ、何か胸騒ぎがする。は、そうか。あの人参を取ろうとすると奥のツララに頭が刺さる危険があるんだ。大変だ。霊夢がまだ気づいてない。霊夢危なーい。霊夢危なーい。霊夢危なーい。ふう守れてよかった。アホがだよぶっ飛ばすぞ。当てたイチさんと合流して公演仕上げちゃいましょ。あれらイチさん、そんなお空に魚は泳いでませんよ。バスケットゴールが。え？ごめん私集中すると下手になる。二度と集中するなふざけてろ。なんだそのツッコミ。仕方ねえなよっこらショット。ありがとう助かるよマリサ。いいか暴れずにおとなしくしてろよ。絶対だかんな。オッケー全てを理解した。おらら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 らこんなことしてるからコメントで喧嘩するなってくるんだろうね。このチャンネルで仲良くする方が難しいだろ。アバブル予感霊夢私から離れとけ。どうせ無限ループかムーンウォークあたりだろ気にしないよ。わマリサまずいまずい全然落ち着く気配がしない。考えろ白霊霊夢何かマリサを助ける手段があるはずだ。はそうだこういう時は相手の顔をしっかり見て落ち着かせるんだ。もうこれしかない。待ってろ今しくってやるからな。マリサ落ち着け私を見ろ。うわブスだ。さて新しいメンバーさんを加え再びゴールを目指して進みましょうか。私たちの目標は生きて100番の扉にまでたどり着くことだな。マリサコーラでも開けた？いや私は何もしてないぜ。おかしいな今炭酸開けるような音。クッパ炭酸の化け物。どんな化け物だそいつ。スプレー中の私も少しずつ冷静になってきましたね。一時はどうなるかと思ったけどこれでエンドに行けます。いやーもうさっさとエンドラ倒してこんな島滅ぼしてやりたいわ。こんな島滅ぼしてやりたいわ。こんな島滅ぼしてやりたいわ。おい絶対制作者今これ狙い撃ちしてるだろ。タイミングがどうの話じゃねえぞ。おなあっかんエンドラ討伐前に私のメンタルが討伐されてまう。霊夢まだかよ何分待たせるんだ。今行こうと努力してるし一定お土産ドクポーション食らっちまった。ぜぜこんな終盤で動画映え作られても困りますって。ふうやっとゲート前に着いて。なんでまだ生き残りがおんねん。はいタイム私毒ポーション食らって少しでも爆発されたら行っちゃうんです。お願い今だけはやめて後でならいくらでも爆発していいから。平和的解決爆発反対。停車じゃー。
もう頼む、変な効果は来ないでくれよ。あ、そうだ、木材私持ってたっけか。私持ってたっけか。私持ってたっけか。なんでだー。ギリギリ生き残ったぞ。いくらなんでも不運が重なりすぎでしょ。今全国民の不運が私に吸い取られてるから、これを見てるみんな今すぐ宝くじ買いに行くんだぞ。3等以上は当たるからよ。もうやーとはリサどこ行ったんだろう。すまねえ、今合流したぜ。どうしたの、マリサ帰国なんて珍しいじゃん。実はだな、前回私に天然記念物という名の髪の毛が湧いて出てきて、その日は興奮して寝れなかったんだぜ。あんたからプレゼントもらった子供か。それでもう二度と私の頭から天然記念物が離れないように一生懸命撫でてたらよ、天然記念物が綺麗さっぱり消えてたんだぜ。ダメだ、今笑ったら殺される。ただこの迷路、実は不正防止がされているんだぜ。試しに上に登ってみてくれ。ほほう、どれどれ、いったいったいった。なるほど、この葉っぱブロックに触れるとダメージ受けるのか。それどころが壊そうともするとダメージを受けるんだぜ。ガハハ、恐れ入ったか、この迷路の恐ろしさに。確かによくできてるけど、これ空飛べば解決じゃね。飛べば血に落としてやる。はい、叩きかよ。それじゃ攻略開始。オッケー、私は左から行くね。私は右からだぜ。じゃあ私は上からだね。よし、何か進展があったら随時報告。へいへいへい、そこの巫女さんや。どうしたの、何しとんの。いや、わかりやすいように目印作っておこうかなって。迷路の存在入り口壊してんじゃねえ、この迷路イーターが。やだ、何それ、ちょっとかっこいい。とんでもない事態になっちまったな。とりあえず少しでも自分たちの安全を確保するためにバリケード立てて。そういや、お客さんは大丈夫か。確かにちょっと心配かも。マリサ、一緒にお客さんの様子見に行くよ。もしもし、お客様。ダメだ、中から反応ないよ。マリサ、よし、ここは私に任せろ。お客様大丈夫ですか。のことです。当時休業日だった私はお金を下ろして休日を満喫してました。しかしふと財布の中を見るとあることに気づいたんです。なんとそれまで大量にあった札束が下ろして3時間もしないうちに1枚も残らず消えていたんです。うわ、何それ、お金取られたってこと。警察にも相談したんですけど何も手がかりはなくて。やだ、ユーリンかわいそう。ちなみにお金がなくなる前まではどこにいたの。パチンコですね。喜べ、原因わかったぞ、よかったな。よし、トロッコエリアまでに人参確認できず、このトロッコは安心して進めそうだね。やったぜ、代わりにこの岩でも持っていくか。え、頭打って死ぬとかあんのこれ。と時代はラケットなんだなって。使いこなせればヌンチャク超える可能性あるしな。私ラケット3台。よっしゃ、こいつは私がいただいたぜ。まず一番渡っちゃいけない奴の手にヌンチャク様が。させるか、双葉を。そう、あのゴリラめ。よし、これで手のものは消えたぜ。いやー。いやー。いやー。おのれよむへっへっへ、油断してたゴリラが悪い。さあ、ヌンチャク様、私の手元にいらっしゃい。私手の尊厳を捨ててまでヌンチャクが欲しいんか、貴様。しまった、ヨウムに渡っちまったか。返せ、そいつは私んだ。ヌンチャク様ー。おいおいおい、どうした、そんなもんか。もっと我を楽しませてみせよ、勇者ども。あじゃ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 。そう、あいつヌンチャク持つと魔王になるタイプだ。なんだ、そのハンドル握ると性格変わるみてえなタイプ。世界平和のためにも。よし、今がチャンス、ヌンチャク様ゲットだ。おめえじゃねえよ、燃やしたろか。よし、今度こそヌンチャクゲ、てめえでもねえよ、潰したろか。ヌンチャク取ったぞー。わー、レイムまずい、マリサに渡っちまったよ。このままじゃマリサの2連勝でこの動画が終わっちまう。ならばここはやることは一つ。ナイス、マリサいい走りだったぞ。ヘイ、バトンパス。おー、すまねえ、レイム、あとは任せたぜ。ねえじゃねえよ、ボケが。こうにマリサが来る気配がないんですよね。こっちも緊急事態が起きたぜ。なになに、大丈夫それ。何、ネザゲが壊れちゃったとか。なーんだ。こいつ、めえ、もったいぶらないで教えろよ、この子の。何やらせんだこら。いや、ネザゲは壊れてないんだがな。ゲートに入ったら全く別の場所にスポーンしちまったんだ。つまり私が来るまで持ちこたえてくれだって。あかん、急にプレッシャーで心が押しつぶされそう。思い出せ。バニーマンで鍛えたメンタルを。てかまって、お宝が埋まってる場所の近くに遠距離狙撃手が待機してんだけど。おい、こんなところで死ぬのだけはやめろよ。大丈夫、装備も着てるし、強行突破で倒せるかって。あいつやべ、一定次元のスナイパーかよ。絶対あれドラウンドに化けた赤井さんだって。赤井さん無人島で何してんだ。でも居場所は分かったから、あとはあいつを叩き潰すのに。オラ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 。あれ、あいつどこ行ったんだ。もしかして帰っちゃったのか。なんでそんなとこにいるんだ。立ち回りうますぎるだろうね。極楽極楽。どうですか、メトさん、この漂流生活は。漂流してよかったです。果たして今の状況が漂流してると言えるかわかりませんけども。うわ、ユーリン、何それ勝手に動いてない。これは同じく鉄数個でクラフトできる株の位置を変えるアイテムですね。そういえばあったな、そんなの。株に向けてクリックするとその株を持ち上げられて、もう一度クリックすると株を固定できるみたいです。株の持ち運びができるから便利だねそれ。で、そんなどうでもいいことしてる場合じゃなかった。喫煙所のデザインを話し合わないと。そっちの方がどうでもいいだろ。おお、白黒にしたろか。わー、何今の、何の悲鳴。ナナモンさん、助けて助けて。なになに、どうしたの。なあ、んであいつあんなところにいるんだ。ネトさんが座ってるままリーチケアを動かしたらネトさんも上に吹っ飛んじゃったんです。なんて、とりあえず釣り竿を持ってこい。無理にでも釣り下げるぞ。
ロブスターうっめうっめうっめ。ダメ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 。うっめうっめうっめ。ダメ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 。うっめ。いやよっしゃ、お前ら行くぞ。どっからでもかかって。今回王教という教はぶっ倒してやっからな。やってみろやバナナもどきが。へへーん、マリサ撃ち取ったなり。うちのマリサに何すんのよ。やったよマリサ、あんたの敵撃ったよ。うちのレイムに何すんのよ。このまま起きろー。うわやめろレイム助けて。やめろ、頭をつかむな。はげるでしょうが。いやー、行った。すげー、死ぬ際にマリサダウンしていきやがった。でも今がチャンスだ。このまま起きろー。うわーやめろー。いやそして誰もいなくなった。らかに教育以外の指導を受けそうだが。あれ普通に授業始まっちゃったけど。なんだぜ昔に戻ったみたいでいいじゃねえか。はいはい先生、私図工で PC 組み立てたい。この授業中は他者を殲滅する方法、人間の脳を安全に抽出して食べる方法などを学びます。おっと間違えました。なるほど、これが本当の化け学ってか。霊夢にしちゃうまいこと言ったな。ふーさーでと。先生近くに困ってる子がいるので蚊を食べさせてきます。おいてめえ、私を置いて相対しようとするんじゃねえ。先生私もお腹壊したからトイレ食べてくる。うっぱマリサ算数の問題来たよ。落ち着けこいつは数字が大きい。ただの足し算だぜ。そうだ答えは78億5,606万3,524だな。よしあとはこの選択肢から選べばいいだけ。なんだこの答えがない選択肢。このテーププレイヤーの中に子供が発言した答えがあるみたい。そんなのどうやって選べばいいんだぜ。そこうなったらこの席の子供に委ねるしかねえ。信じてるぜ相棒。カエル。そうだ答えはカエルだ。よくできたな。子供に甘すぎるわ。もしまずは全員でクリスタル破壊するぞ。こういう時こそこの空飛ぶ椅子が大活躍しちゃうんですよね。よかった念のために持ってきといて。よしお前らとは私に任せる。大変この椅子コントロール効かないタイプだ。まずいこのままじゃ世界の果てまで飛ばされる飛び降りメイク。いやーん。七門さん急いで来てください。一人だけじゃ足りません。今ユリンと向かってるからもう少しだけ耐えて。いっけね、あればブロックが消えちまったー。ちょっとなんでここに足場作っちゃったんですか。大丈夫、まだこの土ブロックでギリ挽回できるだろ。諦めるな。そうですね、ここは何事も冷静に対処しないと無理ですね。バカ野郎冷静に諦めるんじゃねえ。そうだにこそにあればひとりはしゃべるだろ。なんちゅうタイミングで消えちゃったバカ野郎。よしここは俺に任せろ。あ、もしかしてピッケルとか持ってきて。こんな序盤できたかトロッコ。確かなり方にコツがいるんだったよな。一人ならまだしも二人の場合どっちかが足手まといになるからね。でもしっかり捕まっておけば落とされる心配ないし大丈夫だよ。先生レールに突っかえた場合は私の辞書に不可能という文字はない。いけろ。今日から私の辞書に不可能という言葉が記載されました。今日を不可能記載記念日としよう。ちなみに不可能記載記念日はどんな日。日本国民全員レールに突っかえる日だぜ。誰が祝うんだそんな記念日。この鉄はもちろん今一番必要なものにクラフトするよ。鉄三つと棒を組み合わせて鉄切ってるのか。安静。お、ついに鉄切ってる手に入れたんだな。これで黒曜石掘って万が一ゲートが消えても安心だね。ふうやっとこれで一息つけるなーん。これおいレイム謎にカウントが始まったぞ。待ってどっちか選んでおせってことはいいよ。私もこんなところで今に働いてないな。見えないな。もうどんでもわーわーやったやったやった。皆さんに悲しいお知らせがあります。なんだなんだ。また録音ミスでもしました。最近は必ず事前にチェックしてるから大丈夫。じゃなくて前回の予告通り今回で最終回なわけなんですけども、最終回の尺が圧倒的に足りませんということで、皆さんにはこれから尺をつなげるために一発ラグを披露していただきます。デスゲーム感覚で一発ラグを広めたい。始まったんけど、デスゲームより過酷ですね。デスゲームで命落とした方がマシ。うんうん、みんなやる気があって何よりです。それじゃ最初誰からいきます。さっさと終わらせた方が楽だから先私いきますね。エントリーナンバー1番 OL の実態。ああ仕事帰りの肉飛びるね。無茶爆でログちゃ僕。エントリーナンバー2番紅の豚。飛ばない豚はただの豚だ。エントリーナンバー3番インスタ女子。いや物理的にインスタ持ってるやー。エントリーナンバー4番食パン加えてぶつかる女子。角度的に食パンが見えてないからアウト。嘘だろ。エントリーナンバー5番磯のサッカーしようぜお前ボールマン。気持ちいい。エントリーナンバー6番よくドラマで見るやつ。そ、なんでテトさん無人島に来なかったんだよ。テトさんに会いたくて震える。え、これは隣のお客様からです。それお客が言うセリフじゃねえだろ。エントリーナンバー7番かもねーに。俺ら十分すぎるぐらい貢献したろ。そろそろいい加減にしろ。の割にノリノリだったけどね。てか七門さんも一つぐらい披露したらどうです。多いだろう。やってやろうじゃねえか。私が一発ギャグのお手本見せてやるよ。笑いすぎて腹筋崩壊するんじゃねえぞ。七門おちゃい。あたた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 たなんだここ本棚あるじゃねえか。ここは少女漫画コーナーかな。じゃあこっちは少年ジャンプコーナーですね。おうなんだ宝の山じゃねえか町役場。こいつら全部持って帰って拠点に漫画コーナー作ろうよ。いいな大賛成だぜ。僕のヒーローアカデミアはあるか。スペイファミリーと僕のロブコなら。おいおい三次元の誘惑ねえじゃねえかよ。頭痛回線で我慢しろ。さて地下室のお金が貯まるまでマリサの様子見に行きますかっと。今度は安全運転心がけてっと。風台部2階の建築が進んだな。んこの音はまさか。おーおーおーいマリサー。ようマリサ会に来たよ。家が壊れる前に帰れ。
ということで選手入場です。まずはタイツ大好きレインボータイツさん。優勝賞品タイツ1年分ってマジですか。私たちのスーパーアイドルナーさん。飲酒運転なら私にお任せを。みんなのテトさん、ユーリン。ホットドッグで引き殺してやる。オムライス代表メトクマさん。お前もオムライスにならないか。さあ有力選手が出揃ったところで参りましょう。それでは第2回マリオカート。さあ始まりました第2回マリオカート。解説実況撮影編集ナーさんの介護は私ナナモンがお送りいたします。こちらは妨害アイテムありの先に参集した人が優勝となります。おっと早速会場が炎上しているぞ。とここでまさかのタイツさんが危険のメトクマが場外コースアウトだ。果たしてこのカオス空間の中一体誰が優勝するんでしょうか。おっとユーリンとナーさんが並走しているぞ。こいつは勝敗がわからなくなってきた。どこにゴールしてんだ。はいストップストップ情報が多すぎてついていけんぞ。実質3人アウトですもんね。仕切り直しだ仕切り直し。それでは仕切り直しまして第2回マリオカート。さあ始まりました第2回マリオカート。解説実況撮影編集ナーさんの見守りは私ナナモンがお送りいたします。おそう。おっとここでメトクマ選手、他選手の妨害を始めたぞ。デカなんであいつは徒歩なんだアウトだろ。おっとその隙にナーさんが独走していく。独走していく。独走していく。バカ野郎何選手引きずり下ろしてんだ。釣り竿で相手の乗り物を奪っちまおう作戦ですね。おいふざけんなもうごっちゃごちゃじゃねえかよ。あれナーさんはどこ行ったんだ。差が起きました。俺の釣りテクニックすげえ。どこに引きずり下ろしてんだボケが。ナナモンさんホットドッグ取られた。親の嵐熊誰か肉にしてくれ。誰かの胃袋の中に監禁するつもりですか。第2試合も残念ながら決着がつかずということで、今度こそ次の試合でしっかり決着つけましょう。おっかしいなもっと白熱試合になる予定だったんですけど、いつから狂ったんでしょ。頑張れー。最後まで諦めるな。俺たちも隣にいるぜ。あんたは一人じゃない。頑張れー。もうちょっとだよ。あれこの光景どっかで見たような。みんなありがとう。みんなのためにも諦めずに最後まで乗り切ってみせるよ。いけー。頑張れー。最後まで諦めるな。私たちがついてるよ。頑張って。みんなありがとう。みんなのためにも諦めずに最後まで乗り。それでは仕切り直しまして第2回マリオカート。さあ始まりました第2回マリオカート。今度は私も混ざって妨害なしの本気試合となります。果たして真の王者に輝くのは一体誰なんでしょうか。水陸両用ヘリが早すぎたって話していい。結局はヘリにはかなわなかったってことですね。ちゃんちゃんと。そういえばナーさんいないけどまた落ちちゃった。頑張れー。最後まで諦めるな。俺たちも隣にいるぜ。同点というなかなか熱い戦いを繰り広げてますが、それも私が2連勝するからここまでのようだな。たわけ実力で勝ってからそのセリフ言ってんだ。というかこのステージ人が入ったら即死の装置ばっかあるんですけど、何ここ事故らせる気満々じゃん。いやまだこれで死ぬかわからんからほら実験台行って今回。おいてめえふざけんじゃねえぞ。いやー死にたくなー。あの世で待ってるからな。実験結果触ったら危険。検証データ増やしときますね。いやー死にたくなー。どんなもんじゃなんだこの追いかけてる化け物と言ってる化け物の地獄絵図。マリサ迎えに来た。どんなもんじゃー。まずいここに来てヨウムがリーチだよ。おい霊夢やることは分かってるな。もちろんだここは私に任せて邪魔者は先に行っててくれ。おめえいい加減にしろやぼら。さあヨウムちゃん私との一騎打ちだね。ちょっと待てこんな見た目がゴリゴリの化け物に勝てるわけないでしょ。おい諦めてんじゃねえぞバカ野郎。それではまず私から行くよ。おいぜどんときやがれ。どうしよう飛んだ勢いでマリサと中しちゃったら。バカ野郎誰が私の唇に飛んでこいっつった。まったく私に代われお手本を見せてやるぜ。これジャンプのタイミングが大切かも。下手なタイミングで飛んだら落下かつくことだからね。なんで今自分から落ちてった。仕方ないほらよ。恩に切るぜ霊夢。何気に初めて今協力した気がする。よし今のでコツは掴んだぜ。それじゃ狙いを定めて定めて。ここだ。一体何すんだバカ野郎。であれなんか渡れたぞ。マリサやったよ奇跡的に渡れたよ。あれマリサは。お前だけでもマリサー待ってろ今引き上げてやるからな。いや私のことはいい。私を置いていけ。置いていけねえよ物理的に。そうだ一か八かここでジャンプで先手を寄せば。おい待て勢いが止まらねえぞレイム。さて一人で登りますか。とてめえも道がいやーこれ以上顔に聞こえない。ねえねえ二人とも、私とんでもないアイテムゲットしちゃったかも。なんだそんないいアイテムゲットしたのか。性能というより名前なんだけど、見たらわかる興奮するよ。新手の変態か。何よ名前だけで興奮するバカがどこにおるんだっちゅうね。敵だー。やーだもう男の子なんだから。言ったらしい。なんだお前ら男子小学生かキャッキャ。混ざりたいなら混ざりたいって言えよ。別に私は微塵も興味ないんだがせっかくだ後世に残しておこうか。やっぱり私たち友達なんだなって。ほらほら今はこの試合に集中だよ。まあ霊夢の言う通りだな。ヨウムも過去のことは忘れて水に流そうじゃねえか。もしもし海に流してますよ。いやー死にたくなーい。ただいま醜い映像が流れてますので視聴者様にはリーチで戯れてる映像に切り替えておきます。いやこっちもこっちで地獄絵図だな。もうしつこいのレベルじゃねえぞストーカーだよ。うるせえ勝つためならば牢獄だって入ってやるよ。あんたはそれでいいの。ダメだ私一人じゃこんな化け物倒せねえ。頼む誰か応援に来てくれ。誰か応援に来てくれ。うわさめじゃねえか。よっしゃナイススケット助かるぜ。ナイススケット助かるぜ。違う私じゃなーい。いやーまさか
私の助っ人だとは思わなかったな。次のデスゲームは投票で代表者を決めて、その代表者だけが次のデスゲームに参加するみたいです。なるほど、友情崩壊にもってこいだな。誰が私に二郎も入れたやつ見つけたらぶん殴ってやる。優しくしてね。よかった、早速一人見つかったぜ。ギリギリ私たちは回避できましたね。なるほど、他のプレイヤーに見守られながらブロック積み重ねないといけないのか。己なんという残酷なゲームだ。せめてあいつにプレッシャー感じさせないように私たちで精一杯応援するよ。マリサ、よさ来た、ほらそこのお前らも私に続けよ。たかしさんのいる雪ステージじゃないですか。出た、私のたかし。いや、私が産んだたかしだわ。どういう関係性。おっと、そんな話してたらたかしおったぞ。お前見ない間に私がいたな。いやー、たかしさーん、おめえがたかしさんの体の慣れるよう考えても顔と体の対比が悪いだろうが、たかしさーん、この感じ懐かしい。私二人に今まで黙ってたんだけど、友達とかくれんぼするのが夢なんだよね。お前の夢小さすぎないか。そんな夢今日中にでも叶うでしょ。なんでやらないのさ。いや、だって一緒に遊んでくれる友達いなかったんだもん。これは私たちが鬼だかくれな。一緒に遊ぼう、霊夢ちゃん。わーい、夢が叶った。さて、霊夢はどこに隠れたんだ。あの子一体どこ行っちゃったんだろ。おーい、霊夢どこ行った。ダメだ、全然霊夢見つからないよ。く、まさかあいつにこんな才能があったなんて。うわー、霊夢どこー。気づかないと思ったのか。わー、野菜の DJ の真似してたのになんでバレたんだ。は、さては貴様隠れんぼのプロだな。いやー、うん、風素大ゴミは燃やすに限るぜ。そしてこの表情である。チーバグってるけど、もう実力がどうの話じゃねえ。これに関してはもはや神頼みだろ。ただの運勝負じゃねえか。もうこうなったら強行突破してやる。おー、絶対私は進むんだ。うわとしていいの。第一関門突破していいの。クリア目前で私が罪いいの。何していいの。ここまで来るのに30分かかったんだ。慎重に頼むぜ。どの口が言ってんだこら。大丈夫、足を引っ掛けて私が一回転すればいけるはず。オッケー、掴んだ、そのまま動くなよ。オッケー、すべてを理解した。ナイスストライク。いや、誰がわかるんだよこのネタ。さあ、こうなったら効率よく役割分担といこう。私がハンバーガー作ってお客さんにハンバーガー提供するから、マリサは慣れるまでお盆の回収と声援頼む。そういうことなら任せとけだぜ。よーし、張り切ってハンバーガー作っていくぞ。おっと、ホコリというスパイスが玉ねぎに絡みついてうまそう。ナイススパイス。はいはい、お待たせしました。スパイス入りハンバーガーで、スパイスおかわり入りました。ナイススパイス。わー、おきる、霊夢そっちに引き上げてー。ほら、むやみに飛び移ろうとするからこうなるんだよ。仕方ねえな、用務今引き上げるから待ってろよ。ありがとう霊夢、助かるよ。気にすることはねえよ、私たち友達だろ。あれ、用務見ないうちに小さくなった。せつこ、それ用務ちゃう、用務の片身だ。てめえ、よくも大事な用務を殺しやがったな。片身分回しながら言うセリフじゃねえだろ、グアカが。もう怒った、私今日からエレベーターになるから。何そのすね方独特すぎるだろ。はい、これで私も今日からエレベーター。いい加減にしろ、いい加減にしろ、いい加減にしろ。無事帰宅できましたね。畑な、が、こうして見ると島のバランス明らかにおかしいな。どうです、俺とユーリンの努力の結晶は。努力長すぎだろ。とりあえず急いでポーション作って村人治療しよっと。なんあれ。あれ、リアンさんたちですね。おい、まさかあいつら脱出図ってるのか。大変だ、なんとしてでも脱出阻止しないと動画が終わっちまう。ヘイタクシー、前の回転遊具追いかけてくれ。前の車追いかけろみたいに言わないでください。そこの回転遊具止まりなさーい。うわ、ネコさんバレちゃいましたよ。ネザーから帰ってくるのが早かったな。お前らしっかり捕まってろ、ぶっ飛ばすぜベイベー。これ以上飛ばさないでください、画面酔いで吐きます。なんで回転遊具なんか選んだんだよ。はい、そこいい加減観念しなさーい。で、あれ、動きが止まったぞ。七門さん、ユーリン助けてくれ、回転遊具が沈んじまった。いや、私たちからはどうしようもできないよ。いや、まだ回転遊具が助かる手段がある。そのソファーで回転遊具を引き上げるんだ。救助ヘリじゃねえんだからよ。ほら、回転遊具は諦めておとなしくボートで帰りましょうよ。回転遊具諦めろって言うんですか。いや、また回転遊具なんて一から作ればいいじゃない。たかが遊具だぞ、そこまでこだわらなくてもいいでしょ。私の回転遊具が。回転遊具さん、どこですかー。七門さん、いい加減帰りましょうよ。バカ野郎、回転遊具を見捨てて帰れるわけねえだろうが。あ、もしもし、私の回転遊具知りませんか。私の子なんです。トロッコで思い出したんだけどさ、私子供の時トロッコに乗って大空を駆け巡るのが夢だったんだよね。つけ、霊夢、トロッコに翼は生えてねえぞ。いかん、霊夢の脳みそがパンク寸前だ。ここは何としてでもゴールしなければ。あ、もう夜遅いし送ってくよ。できる彼しか己は。ほら、マリサ乗りな。おう、安全運転で頼むぜ。任せろ、死なせやしねえよ。おい待て、安全運転でどうやったらそのセリフが出てくる。わー、おい待て、スピード出しすぎだ、止まれ。なんだって、もっと私のテクニック見たいって。その都合のいい耳剥ぎ取るぞ。見て見て、ギリギリドライブ。おい、早めろ。ふう、ひどい目にあったぜ。二度とおめえの車乗らねえからな。仕方ないじゃん、この世界の運転グラセフ並みに難しいんだから。それで私は帰るからね。で、あれ、これどうやって抜け出すんだ。あやってひっくり返った。おい、何してんだ。私の家傷つけるんじゃねえぞ。わー、私の家だ。
すべき一戦目は駅ですか。よしはどっからでもかかって檻の中に帰ってろ化け物。おめえもだろ鏡見たことないのか。あ、すごい、これ資金の帽子取れるんだ。兵帽子取れるのは知らなかったな。ほんと細かいところまでよくできてるわ。何のんきに話してんだ、戦場だぞ。まっついこれどうやってホームに上がるんだ。登るみたいな操作機言ってなかったっけ。ほらほら早くしないと引かれちまうぜ。うるせえ、今こちとら必死なんだ。でまずいもん電車だって言ってるってわー。そうそう、私たちの頑張りがどうやら上に認めてもらえたらしくてね。なんだ、もしかしてボーナスまでもらえちゃうのか。よし、明日乗り越えたらどこか飲みにでも行こうぜ。もう一週間働くことになりました。なのでまた一週間よろしくね、マリサ。おい、何してんだ、おばんぶん投げてんじゃねえ。いやー、やめて、店の中で暴れないでー。ほらほら、マリサちゃんの大好きなベーコンですよ。これ食べていいから一回落ち着こ。ねえ、あ、10日交換ですか、ご丁寧にどうも。やばい、猛獣が店から脱走しちまった。マリサかむばー。おい、弁当代わりにうちのハンバーガー持ち歩くんじゃねえ。どこ行くねー。あ、何バスケがしたかったの。いいよ、マリサがそれで落ち着くならやろやろ。よーし、負けないぞー。どっちが先にゴールできるか競争だ、マリサ。違う、節子、それバスケットボールじゃない、うちの商品や。ほら、マリサこうやって遊ぶの、アンダースタンド。だからその手に持ってるハンバーガーは一回置きましょうか。うちのハンバーガーを投げるなー。でもゴールも近そうだし、いけるよ、マリサさー。あー、人参さーん。入った、これ安定。人参をトロッコに引っ掛ければよかったんだな。あとはこのままスピードを落とさず、よし、ゴールトロッコだけゴールしてどうする。ふららさー、せめて人参でガードしてやる。マリサトロッコで使い技バージョン2。さっきの敗因はトロッコの勢いについていけなかったことだ。つまりスピードを調整さえすれば、はい、ご覧の通り千人の使いの出来上がりっと。わー、忘れてたぜ、このシリーズアルトの戦いだってな。私はなんともないんだけどね。おい、なんで私だけこんな目に遭わされるんだぜ、陸人だ。マリサよしか、こいち安定してるぞ、これ。今度こそいけたんじゃない。いっけー。わー、お母さんバグが私をいじめてくる。さすがに少しかわいそうに思えてきた。よし、このままゴールへ直行だぜ。青崎ごめん。うわ、おめえ何置いてってんだ。マリサどうしよう、マリサ置いてっちゃった。マリサかむばー。おら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 ねえ、なんでそんな同じ奇跡起こせるの。どうやらこの奇跡量産型だったみたいだな。ねえ、な夕日が見えるではありませんか。あらやだ、ロマンティック。小屋先端でイチャイチャしながら手を広げたくなるわな。私たちも先端でイチャつきます。ははは、たわけ海に突き落とすぞ。やだ、もうご冗談を。え、冗談ですよね。おい、霊夢、緊急ボートまであるじゃねえか。そうなんですよ、ボートまでしっかり作り込まれてるんですよね。ほら、この通りしっかり乗れちゃうんです。おい、今のうちに沈没に備えておくか。いや、バカ野郎、何助かろうとしてんだ。当たり前のことでは。ほんとだ、中庭に公園らしきものが作られてますね。老朽化した建物を見てると改めてこの街が滅んだことを実感させられるな。にしてもなんで私たちが毎回訪れる先って崩壊してんだろう。それコメントでも言われてたぞ。どうすんだ、そのうち私たち崩壊させすぎて世界の崩壊神とか言われだしたら。コナン君より特級呪物じゃねえか。コナン君を特級呪物扱いすな。お、ここランチホールだって、マリサ。ワンチャン食料ありそうだよ、リッツァ。何しやがる、マリサ。マリサうわー、マリサが特級呪物になっちゃった。生きてたんか、われ。お前は私を何と間違えたんだよ。今マリサが殴ってるその子、世界滅ぼす前にお前の人生ぶっ壊してやる。で、そのセーブポイントは何メートルおきに設置されてるんだ。30メートルおきが一番助かるんだが、私の知る限りだと100メートルですかね。すまん、足くじいてくるわ。どんだけ行きたくないんだおめえ。わー、レイム助けてくれ。落ち着け、まだ私落ちてないから頑張って上がってこい。わかった、今行く。ガラ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 。トルスに襲われてるドラえもんみてえな動きすんな。仕方ない、登りやすい。やって足が滑った。わー、こら、マリちゃん、そんなところに隠れてないで出てきなさい。私今日からここで豚に。何を言ってるんだ。うるせえ、また登るぐらいならここで平和に豚として生きてやるんだ。あ、そう、俺、あの子あんな頭悪かったっけ。あー、見て、マリサ、船がすんげえ角度してるよ。実際にタイタニック号に乗ってたらと想像すると怖すぎるぜ。こんなのパニックになっちゃうよね。てか、マリサなんでそんなとこにいるの。早くこっちに避難しなよ。ちょっと待ってくれ、謎の力が働いて。わー、マリサー、ちょっとマリサ、それ大丈夫。助けてくれ、レイムが世界に引き込まれてるんだ。待ってて、マリちゃんと助けるから。どうなってんじゃん、マリサー。おい、どうなってんだよ、私の体。おめえ、なんでいつもそんなバグってんだよ。私だってバグりたくてバグってるわけじゃね。おい、船に沈むバカがどこにいるんだ。いやー、マリサいらっしゃい。聞いてくださいよ、マスター。私、お酒飲めるようになったんです。それはお酒好きな私からすれば朗報ですね。どうです、今夜は安くしときますよ。やだ、マスターったら太っ腹なんだから。たらこパスタとカルピスください。だから酒は。私、最近何やってもうまくいかなくて。ああ、そんな時もありますよね。うまくいくこともあればいかないこともある。それが人生ってもんですよ。ただね、後ろをご覧なさい。ほら、おじじさんなんて炎上してもたくましく生きてるじゃないですか。死んでますけどね。なので、ウパさんもおじじさんの生き方を見習って生きてください。そうすれば必ずいずれうまくいきますよ。なるほど、ありがとう、マスター。おう、また来いよ。
おかえり、ナーさん。ずっと待ってたよ、ナーさん。よく戻ってきたな、ナーさん。みんな、ただいま。なんですか、これ。大変だよ、マリサ。この家の地下にラリーがいるんだって。おう、なんだ、その急展開さんはぐらい飛ばしたか。それでラリーがやってくるからどこかに隠れないと。とりあえずマリサ、このタンスの後ろに隠れておこう。オッケーだぜ。ワンチャンタイミングを測ってラリー倒せないかな。任せろ、最悪あいつのスイカぶん投げて私がぶっ倒してやる。何その楽アンパンマン形式。うわ、本当にラリーが出てきやがった。なんでうちの地下からラスボス出てくるんだよ、おかしいだろ。それで霊夢どうするぜ。おそらく見つかったら一発で退場させられる流れだ。だからここは身の安全を優先して動かずにここで待機しよう。いやでもつい動きたくなっちゃう、この心理。おい、やめろよ、絶対動くなよ。ちょっとだけちょっとだけ。いえいえ、何してんだバカ、やめろ。うっとー、ランブルタッマンねー。やっべー、バレたー。っていう夢を見たって話する。おい、私にその夢の続きを見せてくれよ。なになになに、そのスポンジで何するつもりなの。私は汚れた皿かっつーの。おいおいおい、いつの間にこんな豪華なマンションに引っ越したんだぜ。行ってクラス組でも遊びに来てご馳走されてやったのによ。はぁ、これだからマリサには言いたくなかったんだよ。と言いつつも私が遊びに来て嬉しいくせによ。にしても腹減ったな。おい、この近くに餃子屋はねえのか。それ以上はヨナスカブロの確定演出だ。にしてもお前よくこんな高そうなマンションに引っ越せたよな。そんなお金一体どうやって手に入れたんだ。なぁ、大したことじゃないのよ。道に3億落ちてたから拾っただけ。もしもし、母ちゃん、私の友達が犯罪者なんだけど。母ちゃんに報告してどうすんだよ。私の母ちゃん警視総監。マリサ、そろそろ家欲しくない？霊夢ちょっと見てくれだぜ。今度は何やらかしたの？ゾンビの頭かぶってみた。ダンボールやないかい。まったくダンボールかぶって何が楽しい。あ、私もだったわ。なんだお前その姿、面白すぎるだろ。私も笑っていいか？ほら見てみろこのアイテム。どれどれ？鉱石磁石？名前だけ見たらとても魅力的だけど。実はこいつ、その名の通り鉱石引き寄せてくれる便利アイテムなんだぜ。すげー。こうしちゃいられねえ、早速実践だ。この中で一番レア鉱石引き当てたやつが鉱石独占な。おう、望むところだこの野郎。ちなみに近くに鉱石なかったら反応しねえからな。大丈夫だ、一発でダイヤ引き当ててやるよ。ほら私の中の鉱石センサーがビンビンしてやがるぜ。よっしゃ、来た。この堂々。食ったらな。次は私の番だね。少なくとも同以上引き当てれば再会は免れる。やった、金だ。これは勝ったでしょ。金使い道ないからな。なんだ、道ごときが調子乗るんじゃねえよ。おう、なんだ、ゴラ金なんて一番使い道ねえだろうが。大変同士で争うな。まったくこれだから素人は困るぜ。ここは私が一発でダイヤ引き当てて綺麗に終わらせてやんよ。くん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 、こっちからダイヤの匂いが。犬かき様は、ここだ、ここにダイヤが眠ってやがるぜ。これが私の全てだー。はい、もう私決めました。この試合でもしかしから落ちたら私実写で折り鶴折るから。何言ってんだ。実写で折り鶴という発想はどっから出てきた。知らん、昨日の私に聞け。だがこいつは自分を追い込んだ時が一番覚醒するタイプだからな。逆転勝利も考えられるぜ。自分の追い込み方が実写で折り鶴って独特すぎるでしょ。よし、あいつに考える隙を与える。特攻しまった、やっちまったー。完全勝利。はい、アウト。は？というわけで早速折り鶴折っていきます。尺の稼ぎ方が無理やりすぎるだろ。うるせえ、尺を稼げるためなら喜んで私のフェチを公開してやんよ。私は声フェチだー。それでは折っていきます。カット。ちなみに鶴の折り方は知ってるのか？そう、私実は生まれて一度も折り鶴折ったことないんですよね。よくそれで鶴折ろうとしたな。いえいえ、見ってるー。まあ私レベルなら調べなくとも鶴なんぞ簡単に折れちゃうでしょ。まずは半分に折ってっと。どうしよう、ここから鶴になる未来が見えないんだけど。なんだその小学生が考えそうな折り方。鶴見たことないのかな。いや、ここからですよ、ここから。折り紙って折ってれば最終的に鶴になるよう作られてますからね。何そうだったのか。マリちゃんみたいな純粋な子が信じちゃうから嘘教えんな。だからここからさらに追っていけば私の中の鶴が死にました。鶴の恩返しならぬ鶴の落襲撃始まんぞ。日本の昔話を汚すな、日本を返せ。まだだまだ諦めんぞ。ここからさらに半分に折ればワンチャン。わーい、ブーメランできた。そう、俺飛んでこー。こんなんやってられっかー。そっちの準備ね、恥ずかしいぜ。ははは、穴があったら入りたい気分だな。ちょうど今穴できたから入ります。あら、これはご丁寧にどうも。え、なんで穴ができてるの？あれ？なんか岩盤まで掘られてるんですけど、どんどん穴が増えてきてますよ。そういえば今日の広角レーダーがどうのって。確か敵とか見られるくもりだよね。これまずくない？まずいですよね。まずいな、これ。私死にました。全員の分から大事だどうしましょう、貴重品だけでも持っていきますか？いや、逆に何も持たなくていい。ネザーだ。ひとまずネザーに逃げてチェスト壊されないように。ご丁寧にアイテム燃やしてくれてありがとうよ。これ下がマグマな上に黒曜石関係なく来られるんですよね。つまりここで落ちたらアイテムロスト確定です。大変、テトさんが目の前で落下しました。あれ、鉄フル装備アトライチさんだけ？私も全部ロストしちゃいました。まあいい、来たもん勝ちだ。全員ネザーに逃げるぞ。なにこのゲート半分消えてんだけど。やっと一息つけましたね。これからどうしましょうか。さすがにこのまま要塞行ったところで全滅が目に見えるしね。テトさんが来てから考えようか。テスト息ついてる場合じゃねえ。ここも落ちるやないかい。七門さん、ムーシュルームが生きてる。ムーシュルームが生きてる。あ、ほんとだ、なんでこんなところに。テトナーさん、こんな地獄で病んでる場合じゃねえか。マグマキューブが爆発するって何やら、若いお茶でお前らが許せねえ。ちょっと私天才かもしれない。これボートで拘束させておけばちょっとした動物園になるじゃん。初めて七門さんを尊敬しました。初めてがこれですごい悲しいんですけど、今のところ動物系が多い
ね。未だにウィザスケは一体も見てないかも。わ、ウーパーちゃん、私大好きなんですよ。あらやだ、かわいい。ほらほら、ウーパーなんてレアなんで今のうちに堪能しちゃってくださいな。それではお言葉に甘えて。へえ、そこの君かわいいね。よかったら私に変われん。すみません、人違いでした。声かけたらタイプじゃなかった時のナンパやろうか。観察結果こんな感じです。結局ウィザスケは現れませんでした。でもクモさんも可愛く見えてきたし、これでいいんじゃないですか。何をジジさん買うつもりなの。ちゃんと育てますのでお願い。はーい。なさーん。おじじさーん。まあタコの流れだよ、マジでいい加減にしろ。わー、こっち来るなー。どうやということで、いかがだったでしょうか。去年はマイクラメインだったが、今年は他のゲームもかなり目立ってたな。来年ももっと幅広くいろんなゲームに挑戦してみようぜ。あつ森とか失踪気味のシリーズなんとかしてたけどね。それでは今年もたくさんのご視聴ありがとうございました。来年度も無理しない程度に活動していくから応援よろしくな。それでは皆さん、良いお年を。